ご飯食べてないんですか？あ、ご飯。うどんの大盛りと鶏天食べて、その後にお腹空いていくかおにぎり食べて、またお腹空いた。もうお肉が。うどん腹の肉お腹減りますよね。そう、うどん結構ずるっと食べちゃうから。ただうどん結構カロリーあるんですね。確かありますね。大盛り食べちゃった。地図だけ、地図だけ、地図だけ。あ、なんかいる。いそうな。最初は一匹いるからね。アシラさん、別倒しちゃえばいいんじゃない。じゃああれでちょっとメーター貯めてこようかな。ちょっとガーガーの素材、ガーガーの素材欲しかったんだ。ついでに買っとこう。ちょっとガーガーの羽ください。いただき。お、プーさん、プーさん、プーさん。よし、ガインガインって。あ、そらじろうじゃんか。そうじろうだった。そらじろう。そらじろう。インテレの人です。読むかと。しまじろう、そらじろう、そらじろう。あれか。目覚ましてる。目覚ましてる。え？目覚ましたっけ？インテレじゃなかったっけ？日テレ。あ、そらじろう。あ、あれだ。目覚ましだね、やっぱり。あれ、カルベさんが。なんか夕方にやってるやつだよね、ニュース番組。あ、そっか。なんか。なんだっけ、ガインガインつけ。めっちゃガインガインって。なんとかさん、そらじろうみたいな言ってた気がする。そらじろう。確か木原さんだったっけ。あ、木原さんか。木原さん、そらじろう。そらじろう。はーい、とか言って、なんかあの、子供がいっぱい。地域的に私そのシーン見れないっていうね。ああ、あれは大体東京か、まあその周辺じゃない。そうだね、関東か。あ、そっか、関東。大体地方の天気予報になっちゃうから、他は。そう、地方のね、うちもそうだ。夕方は特に。日テレ、そっか、やってないのか。そらじろー、そらじろー、木原さん、そらじろー、はーい、見てください、今日もこんなにお友達が集まってくれましたよ、とか言って。すごいよね、よく集まるよね。ねえ。おっ、おった。お、ナイス。おらおら、切るぞ。おらおらおら、卵は切るぞ。溜まるから、殴っちゃえ。もうひたすら殴ってるだけなのに、なんか。ブーメランも使わず。ブーメラン使わず。ほい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 。次は頭じゃ、あ、壁が。しりしりしり、頭に回れない。しりしりしり、誰もいないし。よいしょ。ほらららららら。あ。こ、と、と、と。と、さすが G 級だからちょっと体力があって。体力が多めな。いい感じです。さっきとは全然違う。すごい溜めやすい。もう6溜まってる。もうすぐ私8。マジで。まだ5つ溜まった。あ、7。7溜まった。いやでも結構体力あるからまだ大丈夫だ。ダメージがなかなか。さっきからノリッチをひたすら稼いだんで。あ、足引きずってる、足引きずってる。エリアチェンだ。エリアチェンだ。足だ。もうちょっとで8行く、8。ほっ。かわいそうにただメーターを貯められるだけの怒られる。ほお、あと1個でマックス。マックスいった？私はマックスいきました。8。あなたちちゃんともうちょっとかな。ほっと、といい、待ててる。あー、エリチェンする。ここ、おら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 。で、おっ、あ、9溜まった。エリチェンすんだけど、すごい。
おっとっと、あ、ブーメラン投げればいい。あ、また入れちゃいちゃった。あ、ちょうど溜まって終わった。9になった私。さあ、どっからどう行こう。ついでに入どこ。ね、あれタコさんはメーター。はい、ここ。じゃあ6です。あ、6か。うん。内回りにするか外回りにするかですね。あ、外回りだと4、7、9、8。8、6、5、4とかですけど、うんうん、内回りだと4、5、6、2、4。どこスタートですか？ちなみにここ。スタートは。でも4、5、6、2がいいかもね。4、4、5。あんまりエリチェンしすぎるとメーターが足りなくなるんで。タコさんが6だから最大6エリア。あ、でももう7になりましたよ。お、じゃあ最大7エリア。じゃああれだね、4スタートじゃない、1スタート1スタートで、1スタートだと4スタートの方がいいんじゃない。デゴール1とかにしたらいいんじゃない。1はすぐになっちゃうから、うん、じゃあ4スタート、4スタートで1ゴールにすれば、4スタート7、9、8、5、4、7、9、8、5、2、1。でも 8から2に行くのすぐだな、うん、4ってなると4、7、9、8、6、5で4に戻ればいいんじゃない。4、5、6、2とかでいいんじゃない。4、5、6、2、それ短くない。だってメーター、あ、でももうありますよ。メーターだって、うん、十分足りると思うよ。多分ワンステージは1ワンエリアに1回で行けると思うよ。じゃあなんかスタートラインになりそうなこの木のオブジェクトが、あ、これから行きます。はい、じゃあ4、7、9、8、6、5で4に戻ってくれば。7ってこっちだよね。ここだよね。ここね。そうですね。ここです。奥。4、7、9、8、6、5で4に戻る。わかりました。4でここに戻ってくる。うん。このラインで、このラインに戻ってくる。で走ったらダメみたいな。もし同エリアで切れてもそのエリアで立ち止まった、ま、エリアで、あ、そうだね、メーター足んなくなったらエリチェーンしても立ち止まったまま使う、うん、一歩も動いちゃいけない。じゃあ やってみるか。これでなんかエリチェーンできなくてみんなあそこで止まるみたいな。よし、どっちがいいのかな、鉄の方がいいのかな、鉄にしようか。じゃあこれあれだね、途中の雑魚に攻撃食らったらあの壊されるんでしょ。壊されるよ。これはどうした方がいいのかな、真面目にやるのか邪魔をし合うのか。あ、そっか、割と邪魔できるね。味方の当たり判定は残りますか。大体ね、どの別のレースゲームのトップが先独占して2位3位で争って、見にくい争いが、そうちょっとみんなしゃがんでさ、はい、しゃがんだらなんかスタートっぽくない、なんかこれ。クラウチングスタート。しゃがんのってどうやったっけ。BB。 あ、そっか、武器持ってるからか。あ、そっか、そうですね。そう、いい、じゃあはい、じゃあどうしようか、用意スタートで行く感じ。用意スタートで、うん、行こうか。じゃあ行くよ、はい、用意スタート。あ、そらじろうが、そらじろうが伝って。あ、惜しい。ゲゲゲゲー、惜しい。あ、ヘリチェンできた。あ、行ける、そのまま行ける、そのまま行ける。そのまま行けた。やばー、479だよね。4798、やばいな、そのままいける。あ、そのままいける。あ、切れた。あらららら。なんかさ、一回下がるんだよねこれ。あ、ちょっ
ちょっと待って爆弾来たんだけど。誰だよ投げたの。私のやつです。独占1位だ。おらおら。わざと投げるっていうキャンセルも。わざとキャンセルをする。いいじゃない。多分回避。ああ。でいけたような気が。やばい。あ、よし。誰か止めろ止めろ止めろ。あれ。よしいいぞ。よし。これはいけるんじゃないか。これはハプニングがない限り。あ、トップになるんじゃないか。ちょっとやばい、誰か邪魔して、誰か邪魔して。ほら卵が行くぞ、卵が。早い、卵早い。ダメだ、全然。ダメだ。行こう。あ、やべ、切れた。私ね、あれだよ、途中のやべ。え、これ面白い、これ面白い。歓喜の舞い。ゴール。どうだ、ゴールテープはまだ来てないか。誰だ、マジマン。ダメだ。これ面白いな。奇跡の爆弾で。そう、爆弾で私、吹っ飛ばされてさ、1位だったのに。歓喜の。あ、これいいね。なんかそのまま移動できる。ほらほら、どうだどうだ。面白いな。ちょっとコース変えて。卵に負けたぞ。ほら。あれまだみんな残ってるメーター。拍手。今3です。これ無駄に使って今4になったよ。なんかアイテム拾おう。歓喜の宴。あ、3でも3だったら3でいけそうな距離すればいいんだよ。4、5、4、ザコ狩ればいいんだよ。ザコ狩ったり採集したり。4、5、6、2、1で4戻ってくるんだったらいけんじゃない。4、5、6、2、1で4に戻ってくる。しかもそこら辺のジャギーを、それとなんか俺あれしょ、ゆくものちょっと木欲しいからついでに採取しよう。はい、どこだっけ。こんな時でないと取らないですからね。そうそう、こういう機会にちょっと採取しとこう。行くの16を。動画的にどうでした？動画的に。いや、もえ、でもあ、でもあれか、ミュウさん視点しかないからあれか。私も一応取ってはみたけど、最初アイテム選択してなくて、うん、あの、何、空欄の状態にしてたから、和洋しか聞かねえってなった。タッキーさんの奇跡の、奇跡の一撃が。そのせいであんなことが。これしかもこれ BGM ないから BGM 入れたら面白そうだ。なんかそれっぽい BGM。 あれじゃん、カービィの BGM とか入れないのかな。闘技場の時の猫のあの BGM。 あれもいいな。あれがあれば、うん、次はあれですね、あのちゃんと1位の人を拍手で称えましょうか。あ、そうだね。ね、1位の人止まってもらって。そうだ、お立ち台を準備しておかないと。お立ち台をなんかお立ち台っぽいのないか。お立ち台っぽいのないか。お立ち台？立ち台。あ、ここでいいんじゃないですか。ちょいダンサーなら、ちょいダンサーならあるけど。このダンサー。ダンサーに立ってもらって、あと下からこうやって拍手して。こうやって。こうなるとぜひミュウさんに1位取ってもらいたいですね、動画的に。かわいい。え、これそれでもいいけど。タッキーさんか。下から上から眺めるとすごくかわいいんだけど。ちょこちょこ動いて。じゃあ私悔しがって。拍手じゃない。悔しがって。よし、5ポイントいった。イエーイ。私も5ある。5あれば。5でいけるんじゃない？うん。5あれば全然。ハプニングがなければ。さっき大回りで4だったから。じゃあ4スタートの4、5、6、2、1って4みたいな。次なんかあれじゃない、4、2、4、2、3、9、7、4とかにする。 3はどうだっけ。いいよ、こっちか。3はちょっと細いんだよね。細いからデッドヒートになるんじゃない。あ、逆向きにこっち向きでスタートみたいな。そう。あ、これで4、1、2、3、9、7、4はいける？4、1、2、3、9。あんまり多いと今度ゲージがあれだから4、2の方がいいんじゃない？なんか1がさ狭いからさ、そう、あそこはなんかあそこでなんかうわーってなりそうな気がして。あれじゃない？お立ち台スタートぐらいでいいんじゃない？だったら
逆回りの方が最後に残したい。1位は確かに。でも3も通りたいね、あの細いところ。じゃあ479321ゴール、うん、あの細いところはね、電話番号みたい。4793219321ね、はい。じゃあ1位の人があのこの位置決めようか。スタート位置、さっき1位だった人、応援しようかな。1位だった人、私最下位だから、どうぞ、うん、好きなとこいいよ。 3番目だったから、じゃあここだ。なんか板があるから、板、何これ、なんか、あ、なんかこれ表示が出るんだけど、あ、そういうこと、何これ、これなんか行けるの、どっか下に。いや、潜れませんよの、うん、あ、潜れませんよか、知らなかった。 あれあれ、私なんかあの位置って、あのスタートラインの位置って、そうそう、あの、じゃあここスタートでしょう。え、あ、なるほど、位置取り、あ、自分の位置取り、そうそうそう、位置取りって、位置取りはみんな公平にした方がいいんじゃない。ちょっと待って、いいがいいのかアウトがいいのか、うん、そうだね。じゃあここの中自由に位置取ろう。自由にって言っても前らへんになるけど、じゃあマリカ方式でちょっと後ろ下がろう。そうだ、1位はこれだ。マリカ方式、よいしょ。じゃあみんな位置につくか。はい、よいしょ、はい、この穴なんだろうな、下。あれ、ちょっと待って、はい、479、479321だよね。479321 OK。 多分3でね、わちゃわちゃすると思うよ。まあ私ちょっと後ろから行った方が本当はいいんだけどね、動画的に。私もえ、あ、そういう、そうそう、みんなの転がってる、みんなが見えるから。でもあの後ろから爆弾が来ますからね。爆弾が来ますからね。そうなんだよ、ね、怖いわ怖いわ。皆さんも爆弾使っても、最後に爆弾使おう。あ、そういうのもあるのか。確かに爆弾使った方が攻撃がね。相手に攻撃できる。鉄球も飛ばせるの。飛ばせる、うん、うん、多分鉄球の方がなんか飛びそうな、うん、なんかもうちょっとで6位になるから、ちょっとここ採取しとく。私もそうしよう。もうちょっとで、あと1ミリぐらいで6位になる。じゃあスタートしようか、みたいな。採取してない。ああ、足りなかったな。まあいいや。いかないかな。まあいいや。時間経過で増えていくし。尻尾は可愛くて。ねえ、可愛い可愛い。なんか、正宗の。ゴワゴワの尻尾ないわ、モクモク。ヒョロヒョロだ、私のやつ。本当だ。ほら、もやしの後ろっかみたいな。ぐでたまに尻尾が生えたみたいな。卵に尻尾が生えた。あ、本当だ。じゃあ行くか。479321で、うん、あ、でゴールは、ゴールが 4、ゴールが4に戻ってる。4のここに戻ってる。ここ？うん、ここにする、ここに戻ってくる。おい、 OK、 じゃあ行くよ、よーい、スタート。おらー、いいタイミングで、いいタイミングだ。いけー、バイバイ。ちょっとルート、みんなルート間違えてる。あー、ダサー。間違えた。ルートこっちですよ、やれ、こっちですよ。マジのアーモンドやね。479、9793、3か、あ、切れた。パンコさん行ったな。あぶねー、ウルウルがいた。どうかけたっけ。これさ、途中で落ちたりするっけな。しないか、止まって止まって、ここにジャンプしない限りは7番に行ってます。止まって、怖い後ろから、ああ、こっちでしょ、あ、やばい、こっちだ、あ、やばい、切れた、あ、ちょうど切れた、やばい、ロベ争いが、よし、あ、やばい、行くぜ、行くぜ、やべえ、ジャギーが、ジャギーがいる、ジャギーの爪、ほら、おぶれ、おぶれ、ジャギーの爪、妨害が、1、で、ここがね、狭い、狭いから、段差は無理だよね、これ、あ、行けなかった、段差行けなかった、
段差いけないんだ、うん、この段ダメだ、あ、切れた、あれこれはず爆弾妨害失敗した、勝つんじゃない、段差がえ、もうついてよついてよ、あ、やった、切ったー、やったー、爆弾妨害がイエーイまさかの、最初にルートを間違えるっていう間違えるのはジャギの妨害が、お立ち台立つか、じゃあさ、みんな私を讃えるがいい、ドヒザ回復してあげようかわいい、やったーやったー、イエーイ、これ見えないな、イエーイ、こう面白いな、悔しがろう、せっ悔しがってんのかわいい、悔しがってるかわいいなって、ここ面白いな、この猫レースいや、最初の準備が大変だけどね、あれだね、戦車でしても面白い、あ、戦車でもあれか、ゲージがいるか、あー、面白かった、ひっそりとお立ち台に上がろう落ちろ、だーい、だーい、うわ、蹴られた、くじ玉の蹴りかわいいな、この猫だ、ほらここで醜い争いが醜い争いあ、猫って後ろ足で蹴るんですか、そうそうそう、後ろ足でかわいい、かわいい猫はかわいいな、面白で、ダメだ、当たらなかった、おのれ、さあ、帰るか帰るか帰るか、猫宅で、あ、面白かった、なんか他の速さ的にどうなんだろう、こっちの方が速いのかな、あー、どっちの方が速いんだろう、ほら、なんかでもスタートダッシュは鉄の方がいいような、変わらないような飛んでいった、段差がダメっていうのはね、段差が、なんかちっちゃい段差ならいけたけど、大きい段差が、ハンターで手使わないレベルだったら多分、うん、乗り越えられる、なんか相撲的なのもできないのかな、相撲落とし合い、落とし合い、なんかそういうところなかったかな、あ、でも猫タク納品します、はい、異軍霊とかなんか落ちるとこ多いとこなら、でも多分それぐらいのやつだったら、うん、残りそうな、あー、確かに、敵からのダメージじゃないと落ちないとか、たまに見えない壁があったりします、うわー爆弾が飛んできた、爆弾結構これ威力ありますねすごいな結構なんか飛ぶからさ、どのぐらいの威力なんだろう、内力的にポータル爆弾より弱いのね、まあ弱そうですけどね、うん、まあ1ポイントですし、蜂蜜と一応素材もらっとこう、いや面白いな、に最大の銀なんかこれ動画が楽しみだなちゃんとうまく編集してそれっぽい、じゃこれ年末やればいいじゃん、年末年末レース大会レース大会ね、あのエリア移動もまたいでいけましたからね、ね、そう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 、まさかできるとは思わなかったな、思わなかった、結構すんなりいけた感じ